研修会に参加したのは、この春小豆島の小中学校と高校に赴任してきた新人教員ら35人です。この研修会は地元出身の作家坪井栄原作の映画二十四の瞳のロケ地として知られる三崎の文教場で毎年この時期に開かれているものです。会では子どもを預かる教師としての心構えや島の魅力などについての講話があった後、先輩教員から励ましのメッセージが送られました。こんな風に会話をすることで子どもたちとの信頼関係がぎゅっと、小豆島出身で戻ってきたという形になります。子どもから頼られるような先生、子ども一人一人に寄り添えるような先生になりたいと思っております。子どもが楽しんで勉強ができる授業をしたいなと思います。参加者は島で第一歩を踏み出す教員人生への思いを新たにしていました。